水曜。ケンツの来シーズン下方されそうカードランキングやってほしい。この後動画の2本目でやります。チャンネル登録してお待ちください。へいよーケンツムッシュ。実際今日ねこれやってくんですけど、ね急にバランス調整きたわ。1個だけアースクエイクのバランス調整。待って、メインはアースクエイクのバランス調整です。タワーダメージマイナス 15%、 建物へのダメージプラス 15% ということで、アースクエイクがなんか秒で修正されてきました。はい、どう変わったかっていうと、まあね、剣詰め師のこの後2本目出すバランス調整大予想にもまあクエイクは入ってたので、まあ当然だとは思うんですけども、このカードですね、もともとカンストで削るダメージが297、みんな大好きプラス値ですね、297だったんですけども、下方修正後はこれ、85×3 で、255ですね。はい、255になります。255なので、まあ覚え方はまあ2個、25を、まあ255とかね、いろいろあると思うんですけど、俺はここにクエイクで覚えます。ここにクエイクで、まあ552ダメージって絶対ありえないじゃないですか。3コスで552ダメージ削るのって絶対にありえないんで、あ、逆だなっていう風に覚えて、ここにクエイクで255、ここにクエイク、552で255で俺は覚えます。で、トーナメントレベルが今までは、204、西野カナってね、震えるから西野カナで204だったんですけども、今回は 58×3 で174、アースクエイクでいなしていきます。174ダメージで覚えていきましょう。ということで、そこは下方されましたと。で、建物へのダメージが増えたことによって、まあ、ホグクエイクとかで、まあ、ボムタワー突破とかがしやすくなったのかなっていう部分がありますね。ちょっと、今日ね、このクエイクデッキを使ってやっていこうと。さあ、ということで、早速ね、高回転ライフグの方から使っていこうと思います。もう結局、どうなんだろうな、クエイク、下方しても、なんか結局使われそう、297と、42ダメージ差か。いや、さすがに変わるかな。いや、でもね、強いんすよね。まあ、ディガーウォールブレイカー、クエイク型とかは、多分、ファイボに戻されるけど、言うても戻される気するけど。さあ、結局ハンターとかが強いからね。いいね、いいダメージ。相手も突っ込みすぎたから飛んでった。結局クエイク以外が強いみたいなのとかあったりするから、どうなんだろうね。でクロスとかあれでしょ、迫撃に対してはクエイク強いから、クロス使いはどうなん、逆にまずない。まあまあ調整は妥当だけど、建物ダメージ上げる意味なかったんじゃねっていう。そう、ちょっと下方したけど情報の部分残ってるじゃないですか。言うてもちょっとそれぐらいはよくわかんないですね。いいでしょ、デリバリー出しつつ。最強なんだよなこれ。何でも守れちまうからな。強すぎマジで。デッキが強い。もうクエイク関係ないもん。クエイク関係ない。まあハンターとかそこら辺も、まあ軒並み加工されると思うけど、ジャイとかにかぶっていきたい。ファイブ打ってくるかな。あ、打ってこない。これ守れるのマジで終わっとるよな。ハンター出す方、2V1 で読まれて、ね、逆再展開されてんのにさ、これクエイクって、
で255でしょ。まあここら辺がクエイク削ぎって強いんで、でこういう時に突っ込んどいて、まあ、こんな感じでハンターで寄せつつ、はいはい、巻いて投了ですね。はい、255で、はい、ここにクエイクですね、255で。まあ、255だったら、なんか255で覚えてもいいかもしれないけどね。で、これ105なんで、ウッドは。まあ、GG っすね。結局、クエイク火砲だけだったら、まあ、まだわからんよね。あー、でもまあ、そろそろね。さあ、続いてね、ディガークエイクの方、やっていこうと思います。まあでも、クエイク顔どうだろうな、その、コグクエイクとかは多分残るけど、さすがにこういうなんか、ディガークエイクみたいなデッキは、減っていくとは思いますけどね。まあ、正直他のバランス調整も見ないとわかんないって感じであるんですけど、どうだろうね、っていう感じですよね。まあ、シンプルにクエイク削ぎが弱くなったってのはでかいけど、でかいけど、でもって感じかな。当てないとこ。はいはいはい。ヤギゴブ強いね。相手はデッキなんだ。ナイトザッピーハンター。あるの。よいしょ。これ結構相手嫌でしょ。オッケーオッケーオッケー。結局クエイク使わんみたいなとこあるよ。なんかクエイク入ってるデッキってクエイク使わなくても強い時多いし、なんかキョスケロイジェのクエイクとかもファイボーが大るしな、なんか言うてもみんななんかいい感じに逃げそう逃げそうなんだよね。あー、どうしようかな。ナイトしてルート強制されてたらボム、ここされてなかったら火曜日。守れろ。オッケー。いい守り。これ逆来たら熱いな。オッケーオッケー。めっちゃなんか良さそう。おしゃれなことしてる聞いてる。攻めてここのタイミングでも、でまあクエイク打ちつつみたいな。なんか結局って感じよな。こういうできてなんかクエイクじゃないしな。うん、難しい。さあということで最後はちょっとクエイクオークね使っていこうと思います。クエイクオーグはね、さすがにクエイクありきのデッキですから、さすがにだと思うんだけどね。ちょっとまあ見ていきましょう。さて、初手ホグ出すかどうかだな。いや、なんかトルネあったら、だるいし出さずに行くか。これは出そう。バルーンかないって。はいはい。ザップ使ってばっかだし。逆サイド何これ、何が来るの、怖っ。よくわからんできてた。あ、なるほどね。まあまあちょっとボム残しつつホグとかしましょう。ダックプリね。
これはいい感じに、ナイトまで出して、これボム再利用プランですね。まあスケも添えといて、相手のデッキわかんない、何これ、ユーのダクプリアイゴレガゴムレ、30種っぽいけどね、30種っぽい。ダメージが下がったんだよねこれ。ってことはダメージが下がった、タワーダメージじゃなくて。これはでもあれでしょ、施設に対してだから、ポンプはゴリ削って、ただタワーダメージは少ないってやつね。ゴリ削るな。おお、タイミングかぶってしまった。まあでも一発二発ぐらい、オッケーオッケー、これ相性良さそう。はいはい、まあスケだけど抑えた、さよなら。え、エリポに対しての削りえぐいな。まあ一応ポグ出しといて、ガゴムレットくるかな。ああ来なかった。でもアーチャー最強だから、あいつ、あ、ちょっとどうすんの？ちなみに。最強、最強なんだよな。これはもう相性有利のえぐみ。で、クエイク、えぐくない？じゃ削り方異常だったんだけど、エリポに対して。なんかもう、ズゴゴゴゴゴゴゴって削ってたよね。これはなんかもう、言うてもみたいなのとかあったね。なんか、言うて、クエイクのデッキ残りそうやな。前ほどクソゲーではないって感じ、クエイクが。ただ、ただって感じですね。はい。さあ、ということで今回ね、アースクエイク使ってたんですけど、どうでしょうか。ダメージあれですね。タワーダメージだけ下がってるんで、ダメージは297だと、204のまんま、前のやつはね。なんで、マジアチャはクエイクウッドで飛ぶし、マスケはクエイクウッド生き玉で飛ぶし、ババもクエイクウッド生き玉で飛ぶし、みたいな、多分いろいろそういう、今までのあれは変わんないんじゃないかなと思ってます。いや、どうだろうな、結局こいつ強えもんな、クエイク。なんか、まあ、加工されて弱体化ではあるけど、もちろん。かといってでも減るかって言われたら、減らなさそうだなと思いました。知らんけど。ということで、以上、最速なんかわかんないけど、クエイクのね、調整が来たので使っていきました。ちょっとね、この後2本目、時間あるかもしれないけど、残りのカード、これ絶対来るだろうみたいなやつね。調整、予想する動画出します。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつみしバイバイ、またねー。